はーい、どもれです。今回ですね、こちらの超進化ロジャーが来たということで、性能の方をちょっと見ていこうかなと思っております。で、まあ、最初にね、超進化前のロジャーの性能の方を確認しつつ、その後に、超進化ロジャーの方と見比べながら見ていこうかなと思ってます。まあ、ということで、ね、やっていきましょう。はい、ということでね、まずは超進化前から見ていきましょう。必殺技では全ての防御効果、防御力、通常攻撃以外のダメージを1にする、効果を無視して、敵全体に100万のダメージを与え、必殺王子までに通常攻撃で敵に当てたダメージ数が0以上を、150万以上、150万以上、300万以上の場合、一旦の間1ミリの攻撃をそれぞれ2倍、2.5 倍、3倍に上昇し、自分が船長、フレンド船長、助っ人船長の時は必殺発動時に1ミリかかっているスロット影響増大効果がプラス1ターンされるという感じになってます。まあ、ロジャーの強いところはやはり、1ミリの攻撃、最大で3倍にできるところだったり、ダメージを1にする効果を無視して100万のダメージを与えるということで、まあ、周回の時にも使えたりだとかっていうところが強いところなのではないかなと思ってます。まあ、スロット延長もね、結構悪くないですかね。で、あと船長効果の方では、冒険中一度だけ有利効果打ち消し、蓄積値打ち消し無効化できるということで、まあ、特殊割り込みとかでね、有利効果打ち消しにされたりだとか、まあ、普通にギミックとして有利効果打ち消しされたりだとかっていうのがたまにありますんで、そういう時にも対策できるっていうのが、まあ、かなり優秀ですよね、こちらも。うん。で、あと船長効果無効完全解除だったり、まあ、あと攻撃が、必殺発動時であれば5倍にできたりだとかっていう、1ミリの攻撃5倍にできたりだとかっていう、まあ、1ミリの攻撃っていうことで、まあ、誰と組み合わせても、ある程度は使えるという感じになってますかね。まあ、なので結構初心者にもおすすめですし、めちゃめちゃ強いキャラにはなっているのではないかなと。で、あとは戦意効果とかは特にないですかね。超過では1ミリのお邪魔スロット含む全てのスロットを実スロット変換いいですね。で、1ミリのスロットを一旦固定できるということで、まあ、こちらもね、お邪魔スロット変換だったり、フリスト転換が来たとしても全て、実外にできるので、それも強いですし、スロットも固定できるので次のターンにも、継続して実外の状態でいけるっていう感じにはなってますかね。うん、かなりありがたい効果ですかね。まあ、サポートとかは特になしの海賊祭、あ、自分海賊祭で結構使ってるんですけど、このロジャー、まあね、超進化来たのめちゃめちゃありがたいですよね。まず固定で、2000ダメージ与えられて、前方中範囲の敵の攻撃ダウンと防御ダウン、速度ダウンということで、まあ結構デバフもかけてくれますし、しかもレベルがかなり高めと7、5、10っていうねこれがかなりありがたいんですよ。うん、心属性パーにしてはね。で、まあ固定ダメージも与えるので、ある程度相手のダメージも減らせると。で、あとは能力の方では、冒険開始から30秒間は1ミリの防御アップレベル5、あ、レベル3、バトル開始から60秒間は1ミリの攻撃アップレベル5、速度アップレベル5、残り時間が40秒以下の時は1ミリの久しぶりの溜まる速度アップレベル6ということで、まあ時間が経てば経つほど、まあそうですね、いろんなエンハンスをかけてくれるっていう感じになってます。まあありがたいですよね、こちらも。なんでできるだけ耐久できるような編成の方がいいのかなとは思いますかね。あとは、耐性では膝封じ、高度封じ、しびれ回避いいですね。で、 GP 性能がやはり、グランドパーティーでかなり優秀で、皆さん結構使われているんですけど、まあ、何が強いかって言いますと、まず敵全体に固定ダメージ2500のダメージ与えられるっていうのも普通に強いですし、まあ、あと 100% の確率でステータス半減できるんですよ。これがかなり優秀。うん、まあ、未だに海賊船でステ半減っていうのはめちゃめちゃ強いので、まあ、それができる、しかも超過で2回も回数ができますので、第2バトル、第3バトルみたいな感じで、使うことができますので、そうなればかなり優秀ですし、これ敵全体のステータス半減なんですよ。なので、めちゃめちゃ強いっていうところで、結構 GP 性能としても使われてきたかなと思ってますかね。ダメージも5万5000なので、まあ1試合でだいたいそれぐらい食らうんじゃないかなっていう感じになってますね。第2試合、第3試合という感じで、GP 性能も使っていけるっていう感じですかね。で、まあリーダースキルもこんな感じですかね。まあ心属性の、エンハンスだったり、斬撃のエンハンスかけてくれるっていう感じになってます。
まあ、というところで、まあ、かなりねオールマイティなキャラで、うん、どこでも使えますし誰とでも組み合わせられるっていうところが強みなのかなと思ってます。まあ、ということで超進化の方を見ていきましょう。はい、ということでね、超進化ロジャーの方見ていきましょう。めちゃめちゃかっこよくなってる。めちゃめちゃかっこよくなってるよ、ロジャーが。まあ、ということで、タイプとか属性は変わってない感じですかね。うん。まあ、前回の歌はね、タイプとかも属性も全て変わっていたので、まあ、かなりね、編成の幅が広がった感じにはなっていたんですけど、属性とかは変わらずと。で、必殺技で変わっているところなんですけど、無視してのダメージが100万から150万になっていると。うん。で、あとは、ダメージ数が0、300万、1000万以上の場合、一旦の間1ミリの攻撃をそれぞれ 2.75 倍、3倍、3.25 倍という感じですかね。まあ、そうですね。悪くはないんですけど、ちょっと1000万以上きついんじゃないかなっていう、この必殺発動までにね。この1000万与えるっていうのは結構厳しいんじゃないかなとは思いますかね。うん。だいたい前のイベントで使った時が、それこそロジャーの必殺発動する時には、まあ300万、500万ぐらいですかね、ダメージ与えれたのが。まあなのでちょっと1000万は厳しめなのかなという感じにはなってますかね。なので3倍ぐらいがちょうど、そのエンハンスかけれるところなのかなっていう感じですかね。で、必殺発動時すでに1ミリに攻撃上昇がかかっているときは3ターンの間1ミリの、1ミリの通常攻撃より属性相性の時が 2.25 倍。お、強いですね。これ1ミリの属性相性強化してくれるので誰と組み合わせてもいい。本当にロジャーに合ってるような合っているようなね性能になってますかね。 2.25 倍かなり高めですよ。うん。まあ、フレンド船長と船長に同じロジャーを入れていた場合、必殺技を打てば、攻撃もかけれますし、属性相性もかけれるっていう感じになってますと。で、あとは船長になっていれば、スロット影響増大効果2ターン延長できますので、まあ、スロット影響もかけて延長させて、次のターンには属性相性とスロット影響がかかった状態で、ボス戦とか、まあ、第4バトルに向かっていけるという感じになってますんで、かなり、長期間ね、エンハンスかけれるっていう点ではめちゃめちゃ優秀なのではないかなと、思ってますかね。まあ、今までが攻撃上昇のみだったので、ちょっとね、火力に、最近のイベントではちょっと火力が足りなかったりだとかっていうのがあったんですけど、まあ、属性相性強化してくれますので、さらに火力を上げてくれるという感じですかね。で、船長効果の方が、冒険中1回限り、まあ、変わっているところですね。変わっているところなんですけど、まあ、1ミリの攻撃が5倍になっているというところですかね。で、あと必殺使っていれば 5.25 倍になるっていうところで、まあ、0.5 上がったのと、必殺当時は 0.25 上がったっていう感じですかね。まあ、なので、単純に火力が上がって強くなったかなという感じにはなってますと。で、まあ、1ミリの攻撃5倍なので、かなり優秀なのではないかなと、思ってますかね。なるほどね。で、あとは、特には変わってない。超過は？おー、超過、うお、超過嬉しい。超過嬉しいね、これは。まず1ミリの必殺弾を短縮してくれるということで、必殺は巻き戻しとかが来た時にもね、味方全体全員が必殺巻き戻し1ターンとか来たとしても、超過で短縮できますので、必殺巻き戻しのキャラを入れたり、必殺短縮できるキャラを入れなくても問題ないと。で、あと1ミリのお邪魔ソフトを含むすべてのソフトを自動と変換。なおかつスロットが、まあ、先ほど1ターンだったけど、2ターン固定できますので、これかなりありがたいですね。それこそ、同じ、聖にね、日和だったり、まあ、白星さんのマンシェリー入れて、まあ、二次スロットにしたりだとか、まあ、あと、ワスロットにしたりだとかっていうのをした後に、超過を使うことでスロット固定できますので、その状態で次のターンに向かっていけるっていう、まあ、かなり本当に、使いやすくなりましたね、普通に。めちゃめちゃ使いやすくなったかなと思ってますかね。あとは、サポートは変わらずかな。うん。で、海賊戦法ね。ここちょっと楽しみよ、自分は。以上、今使ってるので、編成で。さあ、必殺技見ていきましょう。はい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 。なるほどね。2500の固定ダメージになってますよ。ありがたいですね。で、あとは、
攻撃ダウンと防御ダウン、速度ダウンなんですけど、あ、レベルが変わってますね。先ほどは攻撃ダウンが7で、防御ダウンが 5で、速度ダウンが10だったんで、だいぶ変わってますね。16、12になってますよ。めちゃめちゃ強くなってる。これは単純に嬉しいですね。自分が使っているっていうのもあると思うんですけど、めちゃめちゃありがたい、まあ、情報性能になったかなと思ってます。ありがとうございます。で、能力の方ですね。あ、能力の方は変わってる？心属性仲間の体力アップがレベル5。バトル開始から5秒、30秒間、一部の防御アップレベル4。あ、この心属性の仲間の体力アップが増えてるのか。で、あとは攻撃アップがレベル6になってるのと、あ、速度も上がってきている？ん？どうでしたっけ？一応画像を載せてるので変わってるとこわかると思うんですけど。まあ、あと CG の溜まる速度アップがレベル6。さっきレベル5でしたっけ？なので1上がってる感じですかね。まあ、単純に数値が上がって強くなった感じですかね。めちゃめちゃありがたい、これは。ちょっとね、でもね、ここが気になるとこ、GP 性能ですよ。ここがめっちゃ気になる。今までであんだけ強いんですよ。これでまた変わってたらやばいですよ。ちょっと見ていきましょう。何変わった？さあ、おー、まあまあまあ、これぐらいがいいです。これぐらいがいいと思います。さすがにね、捨て半減の長さ上げたりだとか、そういうのしたらもう、ロジャーに勝てるやついなくなっちゃうんで。なるほど。固定ダメージが、250プラスになったということで、まあ、普通に強くなった感じですね。まあ、条件は変わらずという感じで、スキルの方も、数値変わってるんですかね、これ。さっきレベル6とかでしたっけ、攻撃アップが。うん、まあ一応画像も載せてますので分かっているかなとは思うんですけど、まあこれぐらい変わったという感じですかね。ガード性効率アップとか上がってんのいいな、いいね。いやでもやっぱまあでも心属性パ、斬撃タイプパみたいな感じで作ればいいんですかね。そうすれば2編成できるという感じにはなってますと。でもできればやっぱ心属性パの斬撃タイプで作っていきたいんですけど、まあその編成を2つ作るってことは多分厳しいと思いますので、そうなってやっぱリーダーとしてはちょっと微妙ではあるんですよ。でもバーストがやっぱ強すぎるので皆さん使ってるって感じですね。まあというところにはなっているんですけど、いやー強くなりましたね、ロジャーね。えすいません、ちょっと長々と話してしまって、いや普通に強くなってね、興奮してしまったんですけど、まあ攻撃上昇、そして属性相性強化もかけてくれるということで、さらに火力が、まあ、増えてきたよというとこと、まあ、戦長効果も攻撃倍率が増えて普通に火力が上がったと。であと超過で固定のターン数が増えたりだとか、まあ、膝短縮とかも増えたので、まあ、さらに使いやすくなっていいんじゃないかなと。でまあ自分が一応海賊性使っているっていうこともあって、やっぱその効果が変わっていてめちゃめちゃ嬉しかったなと思ってます。まあロジャー使ってる方たくさんいると思いますので、海賊隊とかでも。まあなのでまた今後ねロジャーが強くなっちゃうんじゃないかなとは思っているんですけど、うん、しっかり強化して今度のグランドパーティーに備えていきたいなとは思ってますかね。まあということで、一応ロジャーまだ持ってないよって方はね、一応そのロジャーのそのロジャーのみピックアップのねガチャが今後来ますので、ぜひでもそちらの方を確認していただいて、ロジャーの方を、当てていただきたいなと。あ、まあ一応ねちょっとあのお知らせの方を見させていただくんですけど、ですね、なんかロジャーのみの、情報といいますかガチャが来てるんですけど、こちらですね。まあこれがねかなりありがたいものになってますね。ロジャー持ってない方からするとめちゃめちゃありがたいのになってますね。すいません、なってまして、まずですね、書いてあったんですよね、どっかに。ですね、どこだったっけ、あれどこだ、なんか、あ、ここですね。今回の超スゴフェスで仲間になる超すごいやつは厳選された30体のみということで、確率がだいぶ上がってると思うんですよ。うん、まあ、他のスゴフェスとかであればいろんなキャラも合わさってくるので、やっぱ確率がどんどん低くなってしまうんですけど、今回30体のみということで、結構ロジャーも狙いやすいんじゃないかなと。まあ、ロジャー来るよというのと、まあ、こちらですかね。あ、ロジャー合わせて30ですかね。うん、でまあ一応ロジャーと相性のいい海賊船のキャラといえばおでんだったりだとか、まあ自分はローも使ってますかね。
ていうところで、そこら辺も当たれば一緒にね当たれば海賊隊でも使っていけるのではないかなと。でまあ映画のチョッパーもいますので、チョッパー持ってないよって方は狙ってみてもいいんじゃないかなとは。でまあ厳選されたやつとかではこんな感じですかね。まあロジャーはそうですね、いやでも普通にやっぱゲットしといた方がいいかなと。今後のグランドパーティーでも使えますし、ロジャーは全然持ってない方はね狙っていった方がいいんじゃないかなとは思いますかね。一応何がある、まあそうか、なるほど。いやーでもなー、でもロジャーのためにここまで引くかって感じではありますよね。それならあの年末すごいフェス引きたいよっていう方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、でもやっぱロジャーね優秀なので、ぜひともね持ってない方は、そして石に余裕ある方はね引いてみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。